てか1年ぶりに呼ばれたよ。いや俺初めてなんですけど、何なんですかこれ。これマネホ先生だよ。タツくん知らないのかよ。マネホは知らないのかよ。お前らさ、今日マネホ先生第3回目来てるけど、すごく不安なんですけど。不安やなー。いやこれちょっと不安だね。盛り上がってたね。でも盛り上がったな、だいぶ。つかみはいいね。4人、あなんかちょっと面白そうなの始まるなみたいな感じはあるね。確かに。宮内くん1年ぶりということで久々に来ていただいてありがとうございます。すいませんお呼びいただき。いや全然いいんですけど、以前来ていただいたこと覚えてますかね。すいません覚えてません。覚えてないかい。今日は僕はさっきなんで不安かって言ったら、龍がいないんだよね。龍はいつも僕のサポート役で生徒なんだけど、すごくサポートしてくれるの。今日のメンバーこれ聞いた時に俺は大丈夫かなって思いました。すごく不安なんですけど。頑張ろうみんな。はい、まあ今日初めてのね、勝拓磨匠も来てるということで、知ってもらいたいアプリ、まあそれがマネーフォワードミーです。どうぞ。これです。マネーフォワードミーのこと知ってますか？どんなアプリでしょう？まあなんかお金系のアプリっていうのしか知らないです。まあマネーって書いてあるからね。マネー。まあもうお金だろうね。はい。わかりますか？使ってます。使ってる。はい。お素晴らしい。アプリ使用者として、今日はマネーフォワードの良さを前面に皆さんにお伝えできればなと思ってます。あ、これは心強いな。いたんだね使用者。任せてください。あ、そういうことね。じゃあさ、どんなアプリか7文字で答えれる？これ龍はね前ね答えれたの。パって。資産分析アプリです。資産分析アプリ。7文字。さすが使用者。素晴らしい。ユーザーは違うね。まあこれ龍も多分ね褒めてくれると思います。本当ですか？ありがとうございます。これ龍にはね、この本編の後なんかスピンオフ企画があるらしいんで。スピンオフ企画今日来てないんだけど、もうすごい特別タイプ。すごいな。そういう企画があるみたいなので、はい、マネーフォワードミーとはこちらです。お金の見える化、銀行口座やクレジットカードと連携できる、 F マリノスポイントとも連携可能、無料でスタートできる、これがマネーフォワードミーの家計簿アプリになります。F マリノスポイントって何ですか先生。F マリノスポイントです。F マリノスポイントについては過去の動画が多分2つほど上がってるんで、そっち見てください。申し訳ないです。その過去の動画でそのユーザーが増えたっていう実績がある。はいはいはい。あはいはい。なんですか。自分も登録しました。登録した。登録しました。あれ登録したの？登録しました。でもさっき話した時に最近あんま使ってねえな。そうですね。まあ使ってるんです。先生が好きでちょっと先生を見るようで登録してます。はい。チャンネル登録。まあちょっとそれはよくわからないんですけど。はい。まあでも偉いということでね。今日はみんなでお金の使い方について考えてもらいたいと思います。はい。今回はFマリノスサポーターの皆さんに選手たちがどんな風にお金を使っていそうかっていうアンケートをいただきましたので、その結果を家計簿グラフにしてみました。これはちょっとね面白いと思います。先生、はい、何ですか。とってもいい企画ですね。はいちょっとまだキャラクターが見えない。すごい姿勢も良いし、言葉もいい感じ。優等生でいかせていただきます。優等生。使用者として、使用者として、ああそういうことね。そういう立ち位置、キャラクターでね。ではまず一人目の選手のイメージです。こちらです。はい、美容室 54.5%、 スキンケア 18.2%、 ファッション 13.6%、 趣味やインテリア 13.6% ということで、これ誰の家計簿グラフだと思いますか。はい、はい、優等生だね。長門選手です。長門選手っぽい。なんで、どういうところがあるんですか。髪型が本当におしゃれですし、肌もツルツルで、で服もおしゃれで、なんかインテリアとかめっちゃなんかこだわってそう。インテリアこだわってめっちゃこだわって、なんか順番に今言ってるだけだ。いやいやでも本当に完全に長門選手。長門選手。こんな方だったら長門選手。拓磨っぽくはない。絶対違います。絶対違う。絶対違う。絶対違う。はい。正解は長門選手です。拓磨正解。すごいね。これ自分かなと思った。まあ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 この中だったらまあこの中だったら F マイのサポーターに聞いたということで、その理由としてまあ髪型がおしゃれ、表参道でパーマかけてそう、ああ確かに週3で美容室に通って髪型を真似している角田選手にも美容室をおごってあげてそう。確かに最近イミテーしましたもんね。似てるよねちょっとね。でもおごってんの？おごるわけない。美容室でおごるとか。美容室でおごる。俺おごるよみたいな。もう一つあります。こちらは誰の家計簿グラフでしょう？サッカーに関すること 54.5%。使い方が分からず。いや分かった。27.3%。本人しか価値が分からないもの 13.6%。勝負パンツ 4.5%。 さあ誰でしょう？これもせーのでいいんじゃないですか。はいせーのたくま。はい正解です。はいちょっとマリノスサポーター悪やります。悪やる。でもこれ見た時どう？自分かなと思った？いやもうしか思えなかった。しか思えない。どういうところで自分かなと思った？いやパンツ入ってるのと使い方が分からず。パンツ問題にもこうなってますけど、今日はすいません。さあここからはみんながまだお金というものをしっかり理解できていないようなので、お金の使い方を話すにあたり重要な3つの要素について話をしていこうと思います。それがこちらです。消費、浪費、投資。宮市君、この3つの違い分かりますか？すみません、分かんないです。分かんないです。でしょうね。はい、まずはこちらの家計簿グラフをご覧ください。こちらは架空の家計簿なんですが、まあ、消費 70%、まあ、これは食費、家賃、光熱費、交通費、普段の生活で使いますね。で、浪費、お金に見合った価値を感じられなかったり、なくても困らない衝動買いなど、まあそういうものですね。投資 10%、貯蓄、習い事とかスキルアップのために自分に投資していく、そういうものになってますけど、どうですか？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 はい、先生。はい、先生。はい、はい、はい。サッカー漫画を購入するのは投資ですか、はい、浪費ですか、消費ですか？どうですかね。サッカー漫画ってサッカー選手にとってどう？僕たちのバイブルなんで、まあ投資ではあるんじゃないかな。そう、正解です。はい。先生、はい。ちゃんと歌うのに、ボイトレに通うの、はい、これ投資になりますかね。いやー、それはでもボイトレに行って。結局ちゃんと歌うときに1曲しか歌えないっていうのはボイトレになってないかも。なってないですか。いつも同じ曲をみんなの前で歌ってるじゃないですか。宮市君、実は振られたら用意できてるんですけど。ああ、何曲か歌える一応。じゃあいつも歌ってる曲以外はどんなちゃんと歌えますか？どんな時でも俺たちがそばにいる。はい、OK です。もう長くなっちゃうから。でもボイトレみたいな感じで一人でカラオケ行くこともね、あるって聞きますけどね。はい。噂では。そうですね。時間ちょっとあるなっていう時に。時間ちょっとあるな。一人カラオケしちゃおうかな。行っちゃおうかみたいな。行っちゃおうか。まあね。まあそれも投資ということで。お、それも投資なんです。でもしっかりさ、声が出るようになるわけ。確かに確かに。はい。先生。はい。実は宮市選手なんですが、はい、カラオケの自分の名前なんですけど、はい、宮野良一であ、さっき言ってた一人カラオケ行ってたやつ。一人カラオケ行ってたらしいんですけど、うん、宮野良一という名前で入ってました、ね、架空の人物で行きました。それは事実ですか？事実です。事実です。宮野良一君、ちょっと見バレ気にしてるといろいろと勉強してまいりましたが、いいお金の使い方というのをまとめると、消費は生活のために必要なことなので、浪費、投資のバランスを見て投資をなるべく増やすのがいいと言われています、みんな分かりましたか？はい、はい、さて、この家計簿アプリの運営会社であるマネーフォワードはあるミッションに基づきサービスを提供しています。それがこちらです。お金を前へ、人生を○○○○○。これは1年前に来ていただいた宮市君、わかりますね。どうですか？お金を前へ、人生を豊かにしよう。豊かにしよう。塩だったらいいですけどね。塩だったらいいのですけどね。あ、わかるの？僕が答え言う前にもう、いや、多分でいいですか？多分、あ、いいよ。お金を前、人生をもっと前。正解はこちらです。お金を前、人生をもっと前。上島君素晴らしい。いや、でも前へってきたらもっとかなって。ああ、さすがね。豊かにしようではなかった。まあ、このマネーフォワードは、お金の課題を解決して自分の夢や好きなことにお金が使えるようにしてその人たちの人生をもっと前に進めたいという会社なんです。ちなみにみんながポジティブになるお金の使い方、たくまとかポジティブな使い方何？僕はトレーニングだったり、あとは食事ですかね。なるほどね。食事で美味しいもん食べて、この前もね、焼肉屋さんがうまかったっすって言ってたもんね。でポジティブになります。そうだよね。それポジティブうまかったっすだけど、ホルモン煮込み食べてください。それ俺も言われた。焼肉屋だけど勧められたの焼肉じゃなかったんだよ。ホルモン煮込みが一番です。めっちゃうまかったっす。いいお金の使い方ができました。あれ何を言う。匠とかはさ、そのポジティブになれるお金の使い方どんな感じなの？は家族と、まあ旅行行ったりとか、美味しいご飯を食べたり、まあその幸せな時間を共有するみたいな。そうだよね。でそれがやっぱ一番大事かなっていう。まあ自分の使い道もそうですけど、誰かを幸せにするのはお金のいい使い道かなって最近思います。すごいニヤニヤして大丈夫だけど、いいこと俺言ってんなじゃないりょうは？僕はまあおかげさまで復帰できたんですけど、リハビリ中に買った治療器で自分の体がこう良くなるみたいな、その時がもうすごいポジティブになりました。あ、なるほどね。これ買っちゃったぜ、これ買って使って、いやめっちゃ効くみたいな。めっちゃ効く。それは良かったですね。やっぱそれで結果出て復帰できてるからね。そうですね。それはもうめちゃくちゃポジティブな使い方。ちなみに水沼先生がポジティブになれる、俺もいいことすごい言おうと思ったんだけど、上島君と言ったことめちゃくちゃかぶってる。ちなみにサポーターの皆さんに、ポジティブな気持ちになるお金の使い方をお聞きしました。それがこちらです。スタジアム観戦するとき、クラブのグッズを購入するとき、遠征するとき、スタグルを購入するとき、スポンサー企業の商品サービスを購入するとき、やっぱスタジアムで観戦するときっていうのがサッカー選手としてどうですか、タグマ？嬉しい限りです。嬉しい限りですよね。感謝です。クラブのグッズを購入するときって、まあ最近23番のユニフォーム増えてますけど、どうですか？おかげさまで、はい、すごく嬉しいですね。ファンサービスの時満面の笑みで。もう自然に出るもんですから。ああ、素晴らしいです。間違いなく、はい。もうスタジアムの雰囲気がもう本当に良くて、なんか。ユニフォーム着用率とかもすごいじゃないですか、マリノスって。あ、最新なんですよ、みんな。あ、そういうことね。昔のじゃない。今最新だし、いやもう本当に楽しいですね。楽しいね。楽しい毎日をね。はい。まあそして中にはこんな方もいました。まあここにメモがありますけど、自己満足ではありますが、宮市選手が怪我をしてしまった際に応援の気持ちを込めてユニフォームを購入しました。同じくマリノスサポーターである妻とも相談して家計からユニフォーム代を出しましたが、後悔のない使い方でした。うわ、鳥肌立ちましたね。なんか本当にこれは嬉しいね。嬉しい。もうありがとうございます。頑張ります。他にはこんな方もいらっしゃいました。初めてユニフォームを買った当時はまだ学生で、趣味のものに1万円以上出すことがなかったので、めちゃくちゃ大きな買い物をした気持ちでした。その大切なユニフォームに選手本人からサインをもらい、途中別れもありましたが、2020年にチームに帰ってきてくれました。買った時のドキドキした経験と現物の、品物が私のサポーター人生そのものになりました。これからもそのユニフォームとともに水沼選手を応援したいです。ありがとうございます。これ今僕初めて見たんですけど、途中から水沼のことかと思いました。これすいません。ありがとうございます。私の班でしたね。というわけで、今日はいいお金の使い方について、勉強してきましたが、逆に良くないお金の使い方としてみんなは最近どんなことに浪費をしましたか？これ僕季節が変わって、唇が乾燥しやすくて、リップクリームを使うんですけど、なんか一回使ってこうどっかに置いてしまって、あれどこだろうみたいな感じでまた買いに行って、なんかそんなの繰り返したらなんかもう6本とか7本とかなってるみたいな。最終的に6本ぐらい。6本でこれはやらないですけど。やらないの。やらないですけど、この無駄じゃないですか。リップクリームって長く使えるのに、そうだね。なんかこう無駄にこう積み重ねというか。確かに。まああるあるだよね。リップクリーム。リップクリーム使ったことある？ないです。なんだろうないよね。ない。口は乾燥したらどうするの？いや。余計乾燥した。そのリップクリームというアイディアが浮かばない。だってさ、冬もさ、お前クリーム塗ったらみたいなさ言うじゃん、勝つとか今年の冬めっちゃ塗ってたもんね。ボディクリームだよ。リップじゃないよ。僕と山根陸は確かに隣同士でなりがちです。チームメイトの中で一番おごってもらっている人。よしおじゃないですか。よしおね。よしお、今名前出ましたけど、よしお選手、今回のメンバー脱落についてすごい悲しんでます。ちなみに脱落理由は何ですか。脱落が面白くないから。いや、やっぱりあれがダメだったかってね、匠君なんですかって言われたんだもんね。マネフォワードですかって言って、ああ俺爪痕残せなかったからなって。なんで今日頑張って爪痕残そう。残そうとしてるね。そういう理由でチェンジがあるって聞いた。チェンジがある聞いてるからね。次回もね呼んでもらえるように。あ、そういうこと。チェンジあってまた転入してくる。あります。じゃあ次はもし叶うなら手に入れてみたい、やってみたいことは。まあでもそれこそ今日の昼話だけど、やっぱヨーロッパ旅行とかサッカー見に行くとかは、まあ時期も時期だし。やりたいなと。そうだね。サッカーを見に行けるとか海外に見に行くとかそういう時間って冬しかないしね。そういうお金のかけ方はすごいいいかもしれないよね。りょうくんは。もし叶うならですよね。もし叶うなら。専用スタジアムとか作りたいです。ああ、宮地コスタジアム。宮地コスタジアム。宮地コスタ。チコスタ。チコスタ集まれってもうみんなでこうやってやってね。宮地か。久しぶりにやりましたわ。久々に見たな。久々にやりましたわ。久々に見たな。まあいろいろめちゃくちゃ喋ってきましたけど、本日の授業はこれにて終了です。ありがとうございました。勉強になった部分とかも上島君のここに爪痕残して次絶対に残るぞみたいな必死さとかいろいろありましたけど、まあ最終的にはみんなも自分の家計簿グラフを見直してお金の使い方を考えてくれたら、まあ、それが一番嬉しいことなので、まあ、考えてもらえたのかなと思うのでよかったと思います。ありがとうございました。動画を見てくれた皆さん、ありがとうございました。